はい、皆様こんにちは。マニアック艦隊の秀間提督でございます。天の声です。動画アクセスくださいましてありがとうございます。ぜひ最後までご覧ください。提督、はい、今回のテーマはどんなテーマでしょうか？今回のテーマはですね、光でございます。おお、どうやってやったら美しい光を得てお肌きれいになって YouTube のライブ配信とかができるかという、はい、まあ、どっちかっていうとライバーさんとかですね、あ、撮影の方じゃないですね、そっちの方に向けた感じ、はい、いきたいと思います。はい、それではどうぞ。さて結構天の声さんも動画見るでしょ？そうですね。で、多い場合っていうと、女の人のメイク動画とかあるじゃん。好きです。ってやってて、この顔がこうなりましたとか、はい、半分だけやってみて、うん、でこの感じがこうなります、あるじゃない？ありますね。で、あの人たちがよく使ってるライト、ライトっていうのってどんな感じ？え、あの顔に向けて当てるライトですよね、うんうん、そう言ってみると、はい、こう、まあ、目の中にさ、はい、目の中にキャッチライトっていう、はい、まあ、業界用語的に言うと、写真のね、業界用語的に言うとキャッチライトって言うんだけど、目の中にこうリング状の光が映ってるじゃない、はい、うん、ね、あれだよ。あれですね。あれがなんかこう、まあ、数年前にこう YouTube のブームが来た時に女の子がみんなそれを使ってたり、確かに、まあ、結構いろんなところで見ると思うんだよね、はい、顔のサイズくらいのやつですね。そうです、はい、でね、ここで見る通り、まあ、ちょっと詳しい意図はないんだけれど、はい、これちょっと美肌ライトって言って、はい、Amazon で検索してみたのね、はい、こうよ、美肌ライトイコールこの丸いライトのは、うんうん、わーっとさ、やっぱり出てくるわけ。ちょっともう丸いのじゃなくなったからいいやというふうに、あのね、リングライトって言うんだけど、はい、丸いライトってなんでこう美肌に見えるんだと思う？本当だから白っぽい光を当てて、うん、凹凸を減らしてるんじゃないですか。半分正解。え、半分正解、うん、白っぽいライトではない。ではないんです、うん、あの丸い形状ってことはさ、顔とほぼ同じでしょ、はい、で、そこに四方八方から光がこう当たってるわけだよ。あー、なるほど、うん、だからそのデコボコがなくなるっていう意味なんだね。はい、あ、半分だから半分で、白っぽくっていうのはそれはまた色の問題なので、はい、またちょっと違う。違う。だからライティング、ライトがどこから当たってきて、どこにが明るくなって、明るくなる場所があれば影になるところでしょ。ありますね。その影になるっていうのが、あのリングライトだとほぼほぼ全方向から来るからなくなるんだよ。なるほど、うん、だから女優ライトとか美肌ライトとかっていう名前で売ってるわけだよね。へえ。なんだけどね、はい、この動画はですね、あのライトを使おうという、まあ使って YouTube やりたいなとか思ってる女子の皆様、はい、女性の皆様、うん、安いのに手出すとあんまり良くないよっていう警告動画なんだよ。へえ。まあ相変わらず前置き長いけど確かにでね、ここにあるんだ、ちょっと見せてね、はい、使ってるとこ見たことないですよ。だって使わないもん。興味本位で買ったんだよねなるほど。こういう感じだよね、はい、だからさっき言った通り、こう お顔の大きさぐらいの、はい、丸い状態、うん、でさ、これはさっきも見せたけど、ちょっと小さめのあるじゃん、はい、あります。あ、ね、うん、超絶意味ないから。へー、うん、なのでもしもスマホで撮影したいです、綺麗に、ね、メイクが、要はさ、メイクの時にこれをなんでうまく使えるかっていうと、今みたいにここはね、スタジオ上からこう光を当ててるんだけど、そうするとさ、鼻の下にこう影できるじゃん。こういう影をなくすために、すべての影がなくなるようにってリングライトで使ってるわけだよね、うん、なるほど。だこれ自体はいいんだよ、はい、いいんだけど、もうね、これのね、最大限にダメなところを言うと、うんうん、安いから LED の質が悪い。おー、で、質が悪くって、っていうと、このマニアック艦隊では超絶何回も出てきている、はい、炎色度ってやつなんだね、はいはい、で、ね、その炎色度を測るものが、あ、こちらよね、セコニックさんの C800、はい、もうお世話になっております、
毎回毎回出てきますね。毎回毎回。じゃあちなみにこの、これね3500円ぐらいの、はい、LED ライトなんだけど、はい、これがどのぐらいなのかっていうのをちょっと、うん、まあ、興味本位として測ってみましょう、はい、明るさが変えられてで、さっきの色温度、はい、これも3段階にこう切り替えることができる。電球色、中光色、あとちょっと青白いやつっていうその3段階になっているので、なのでちょっとまずは計測しましょう、はい、では、USB 今つけたので、はい、ちょっと電気つけてみね、はい、こういうことだよ。おほー明るい。これをペッ、これが電球色。あ、はい、うん、で青白い色、はい、なりましたね。とちょっと黄色っぽい色、はい、この3種類がこう変えられて、でかつ、こうプラスとマイナスがスイッチがあってさ、ああ明るさも変えられる。ちょっと長さが足んないからだけど、はい、こういうふうに変えられるわけだよ。なるほどね、はい、ということでじゃあこれの炎色度、はい、綺麗な色に見える太陽の色に、太陽の光に近いかどうかを示す、はい、値を計測してみましょう、はい、じゃあ、まずはこれだけで測りたいので、はい、環境光、ここのね光をちょっと全体的に消します、はい、消します。一応絵的に撮れてるよね。撮れてますね、はい、じゃあこれね丸い状態で、はい、じゃあこれで計測します。はい、はい、じゃあいきます。はい、3995、ほぼ4000ケルビン、うん、で RA が 89.4、まあ、90届いてないぐらい、ね、そうですね。じゃあ、色温度を変える変更しますね。これ黄色いやつ、はい、電球色、はい、これで見ると、はい、電球色って黄色成分、はい、赤成分が多いから、はい、まあ、いわゆるちょっと安めの、はい、LED でも結構炎色度高い傾向ってがあったりするんだけどさ、これ見て2800ケルビンはいいよ、はい、非常に優秀とも思えるんだけどさ、 RA 87.6 しか、かなり低い、低いですね。もう一つね、はい、はい、これ青、これが、はい、5917、はい、うん、つまり、太陽光が5500ケルビンって言われているので、うん、それよりも青い、青い、うん、だから蛍光灯でもよりも青い感じ、うん、どっちかというと蛍光灯はさっきの中間ぐらいかな。そうですね、でここも RA が85ってなってるから、どんどん下がってっちゃう、うん、まあ、せめて92ぐらいは数値として欲しい、欲しい、うん、ところということで、この3種類の色の中ではこの中間の色、はい、これだね、もう一回一応測っとこう、4000ケルビンの 89.5、 これが一番、まあ、まともあ、はい、まともで4000ケルビンってことは、ただ、ね、これだけは覚えてほしいんだけれども、はい、4000ケルビンってことはどういうことかって言ったら、はい、もしお家の中が蛍光灯、シーリングライトがね、はい、蛍光灯だったりすると蛍光灯の色温度ってだいたい4200から4800ケルビンなので、はい、その蛍光灯と一緒に多分撮ると思うんだよ、これ使ったとしてもね、はい、その時はこのモード、中間のモードの方がもしかしたらこう色に差が出ないでいいかもしれない。じゃあどのぐらい違うかやってみましょう、はい、はい、じゃあまあ、はい、じゃあセットしてみました、はい、今 iPhone の映像がねここに出てるんだけれど、はい、iPhone で撮影している状態のこれだけでしょ、はい、なんかこうすると他の光の色がないから、うん、なんていうの、顔の凹凸が全部影がない状態ってよく分かるでしょ。そうですね、うん、分かります。でもう多くの YouTuber さんはこれだけでは撮らないよね。さっき言った通りシーリングライトつけるじゃん、はい、じゃあシーリングライトつけてみましょう、はい、とこうなるわけだ、はい、それでもこれ今天井からシーリングライトの状態がこう降ってきてるけど、はい、これが結構強いので、はい、で、全体も見えてるし、このお顔のところにもすごくこう美肌なライトが当たってるよね。そうですね、なんかいつもより明るい程度です。いつもより明るい。まあいいや。でね、行くとこれが
結構さっき言った通り色温度、色には温度があるじゃん、はい、これをね変えるとどうなるか、はい、これ赤い色、うん、どう？すっごい夕焼けみたいになりましたね。ここはすごいこの近いから、はい、顔 の中央の部分のところは赤いじゃない、はい、まあ、赤黄色いじゃない。だけどシーリングライトがあるからこの辺りは青い色になってるでしょ。そうですね、これミックス光だよね。うーん、これでいってこの状態だともう断然なんていうの、色が混じってる感、綺麗になってる感はほぼゼロだよね。そうですね。じゃあもう一個のやつ、6000ケルビンか、はい、のやつに、ね、変えてみよう。ほら、あー青白くなった、うん、で今度はこの青白にさに対して iPhone がすごくこう、色をホワイトバランスを調整してくれてる。あ、なんかそうですね、あ、だん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 直ってきたでしょ。直ってきましたね、うん、だからこっちの方がこのリングライトの方が強いのでなってくるんだけど、シーリングライトは変化がないので、はい、今度はこっち側が頭の上とかこの辺が、はい、の色が黄色っぽくなる。そうですね。でここのかお顔のところだけが青っぽくなる、はい、ということなので、これがね、はい、結構美を追求したいと思っている特に女性の配信者さん、はい、ライバーさんたちは、はい、気をつけた方がいいですよっていう話なんですよ。落ちとするとどの辺をどういうふうに、少なくともさ、その色温度がどうのこうのとかっていうのは非常にこう難しい話なので、うん、一番いい方法とするとこれ、はい、まずいいやつを使う、うん、5000円ぐらいのだとさっき言った RA が、はい、95とか書いてあるけどちょっとかなっていう感じが若干するので、はい、なのでやっぱりちょっと高いやつを買うことで、小さいものは買わない。よりこれさ、見てもらって分かる通り、なんていうの、このリングに対して、まあ、これ iPhone Pro Max だからだけど、うん、ちょっと大きいじゃん。大きいですね。なのでやっぱもうワンサイズ大きい方がいいよね。そうか、あの iPhone の影とか入っちゃいますもんね。そう、ここで影になっちゃうから、うん、確かに。なのでその自分の持っている iPhone も、まあ、比較して、はい、まあ、それよりも若干大きいもの、でかついいもの、はい、でじゃあさっきの言う通り部屋の光とミックスということで考えると、うん、まあ、無段階に黄色から青白いところまで、はい、色温度を変更できるっていうタイプもあるんだけどさ、はい、まあ、2、3万とかじゃ買えないかな、ちょっと高めだとすると、まあ、同じ3万円出して1個の高いライトを買うぐらいだったら3つ、例えば7000円ぐらいのちゃんと光の出るライトを3つ買って、それを天井に向かうのと自分に向かうのとっていう風に、そのライトだけで組み合わせをすると多分綺麗に撮れると思う。なるほど。あとは iPhone とかスマートフォンが結構補正してくれる、うん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 、うん、これはねおすすめです。なるほど。そしたらあれか、標準のレンズで、うん、あの変な加工とかしないで、そう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 、より美しく、より美しくで、少なくともねこの色温度の低い、あ、そうだ、炎色度の違いをちょっとここで見てみましょうか。、はい、あ、見れるんですか。見れます、見れます。ちょっと用意しましょう。はい、はい、では、撮影小道具を用意しました。はい、まあ、いつもはライトが見えないようにセットしてるんだけれど、はい、めっちゃライト見えるようにちょっとねわざと。そうですね、うん、何使ってるか、はい、でこれはね、テトクがスタジオで使ってるアマランという、うん、撮影用の LED ライトに、スモールリグの丸いあのソフトボックスをつけて、はい、まあ、ちょっとなるべく近い方がいいんだけど、まあ、あまり近すぎるとこう強力だから真っ白になっちゃうので、はい、露出オーバーになっちゃうので、まあ、ちょっと離して、はい、まあ、あの皆様にこの撮影している状況が見えるような、はい、でどう、まあ、これだけ物が大きいと今 iPhone のこの映像で見ても、はい、まあさっきよりさちょっと上から落ちてるから首の下この辺に影はリングライトと違うから、あ、そうですね、まあ、あるけれど結構このぐらい大きいものがあると、はい、まあ、割とこう変な影はないでしょ。そうですね、うん、で目にもこう綺麗なキャッチライト入ってるし、う
でそもそもにして色どうですか、この顔色。あのより自然ですよね。でしょ、これがね値段の違いなんだよ。うーんぶっちゃけ言うと。そうか、そう、まあ、質炎色度、まあ、詳しい炎色度の話はそれだけで30分以上かかるの で、 そうです、ね、一旦置いとくとして、それでも最近の Amazon とかので購入するときにも説明欄のところに炎色度いくつとかっていうふうに書いてあるケースがあるので、うん、少なくとも書いてないものは買わない方がいいんじゃないかなとは思います。うん、そうですね。で、まあ、もちろん計測できるっていうのはもうごくごく一部の人だと思うので、なので、まあ、一応それを信じたとしてもないより書いてないよりは書いてあった方が信じた方がいいと思いますと。なるほど、いう話でございます。はい、ね、炎色度違うとこんだけ違うんですよ。そうですね、うん、なので美しく、美しい映像をお届けしたいというふうに思っている方はもうトータルで、トータルっていうのは機材も合わせて美しさを追求していただいた方がいいんじゃないのかなという余計なお世話でございました。おー、あともう一つね、はい、これこの動画を見たリングライトを販売しているメーカーの皆さん、はい、受けて立つので送ってくださいっていうところにそしたらあの計測してこれはいいですね、これは改善が必要ですねという判断ができますので。なるほど、はい、それもお待ちしております。はい、動画は以上です。面白かったなと思った方はぜひグッドボタンを、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、バイバイ。